ございます。最低賃金上がります。よろしくお願いします。熊本駅前で行われた活動には、熊本労働局の職員など30人が参加し、最低賃金が大きく書かれたポケットティッシュなどを配り、周知を図りました。これまでの県の最低賃金は時給898円でしたが、あさってからは過去最大の上げ幅となる54円アップの時給952円になります。もうちょっと上げてもいいのかなって思います。思いっきり1000円とかに上げてほしいなって。熊本労働局では雇用する側も雇用される側も最低賃金をしっかり認知してもらい、時給952円に満たない場合は雇用主に申し出てほしいと話しています。